演武開演。どうも、本日は山崎のこだわりチーズのパンを食べたいと思います。もっちりとしたフランスパン生地、フランスパンの生地は硬いのが普通では、いや普通というのもおかしいの、硬いっていうイメージがありますが、もっちりってことはそれとはまた違うのかな。見た目もちょっとフランスパンっぽくないような印象ですね。では中身をご体験。ではいただきます。一度にチーズをいっぱい堪能。外側の焼けたチーズは香ばしく、中のクリームは濃厚で、チーズの旨味を最初から最後まで堪能できたのは良かったのですが、やっぱりこれはフランスパンなのかなという疑問がどうしても頭の中から外れませんでした。パンが、そしてチーズが美味しいだけになおさらその部分が目立ってしまったのが残念です。なのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。